皆さんこんにちは、橋本です。今回の動画は私の、YouTube チャンネルを、ご覧いただいている、一人の方から、質問が届きましたので、そのことについて、動画で、お伝えしたいと思います。おととい上げた動画で、石屋の子分である、建設会社で、大勢とかね、鹿島とかって話とかなんか僕しました。そのことについてバッグに何がついてるのかとか、そういったような疑問があるので教えてくれっていう、そういう内容でした。で、はっきり言いますけれど、これは僕の考察です。過去のずっと勉強も含めての考察をするので、全く証拠はありません。はい、それが大前提で、でもお話をしたいと思います。要は、一部上場の、建設会社もうほぼ全てアウトです。全部アウト、ね。何かって言いますと、もうこれからバレるんですけれど、日本は、闇のお金が約350兆とか400兆っていうお金があります。表向き今名前が挙がったのは特別会計です。特別会計で、それは全然一般国民にどんなふうにお金が使われて、どういうふうにお金が入ってきてなんて、もう一切公表してません。で、ホームページで財務省に調べれば若干出るらしいんですけど、もうあんなのまやかしです。もう裏ですごいお金を、日銀がお金をすりまくって、そのすりまくったお金で人道支援だなんだかんだってやってるけど、国民のところには一切お金なんか届いてませんね。実感ないでしょ、皆さんだってね。もうね、口ばっかりで、全部を石屋が全部使い込んでたんです。じゃあどっから流してんのってことですけど、要はお堀の人です。お堀に住んでた大悪党がね、まず自分のところに全部お金が来て、でそのお金で、要は建設大手に、はい、じゃあこれでトンネル掘ってとか、ね、これで何か作って橋かけてとか、そんなことやってるんですよ、ね。じゃあ何のためって言いますけれど、はっきり言うよ、もう日本中そこら中穴だらけだから、トンネルだらけだよ。誰が作ってんの、もう全部建設会社 の土建屋だよ、それも大手ので。そこにはね、お金、値引きとか何もないんだよ。もういいね、土建屋が言ういいねでね、はい、このプロジェクトは何兆円、このプロジェクト何兆円ってね、お金も勝手に吸ってね、吸ったお金を勝手にお堀のところにお金集めたお金で勝手にばらまいてんだよ。でそこの、一部上場の大勢とかさ、あるじゃん、ああいうとこの会社の、重役たちはそこにへいこらして、ね、でそのお金が一番儲かるわけ、ね、巨大プロジェクトで、もうざるだよざる、大体こんなもんでっつってやるわけ、単価はこんなもんだけど、ね、5倍も10倍も膨らまして請求かけてんだよ。そんなことが日常茶飯事で、もうずっと、もう明治時代からずっと通じてたんだよ、こんなこと。ね、国民が知らないだけ。で、それがもう止まるってこと。止まるんだよ、血が。あ、もう止まったかな。とにかく、もうこのスイフトシステムはもう終わったの。終わって、これからはトランプさんが中心なのか分かんないけど、とにかく地球をまとめる一つの大きな組織があって、その組織は半分宇宙人が入ってるんだよ。光の銀河連合チームさんたちがちゃんとバックで、地球人の暴走を止めたりとかしてやってるわけ。それはどうやってやってるかって、全部波動を読み取ってるんだよ、ね、もう見えない世界、ね、心の中がどんなことを考えてるかとか全部お見通しだから、ね、でとにかく、今の古いお金は全部回収してゴミくず、ね、紙くずにするわけ、ね、そして新しい金本位制のお金で取引をするっていうふうに、もう変わってるからね、変わってるんだよ、だからもう時間の問題なの、もう、
要は人間でいう心臓がもう、ね、取り替えられちゃったから、ね、いくら血を出しても、ね、あのどうってことない、もう時間の問題。そうなると、もう正直言うと、全ての建築大手はみんなこれから潰れていくよ。お祝いだよ、お祝い。全部倒産。でそこにいる、たくさんの従業員、それからその下請けの、人たち、それからそこにいる取り巻きの家族、みんなが、生活できなくなっちゃうでしょ、ね、だからホワイトチームは絶対に一般の人たちを不幸にはさせないから、絶対だよここは、うん、だからちゃんと、ベーシックインカムは必ず来るはず、うん、なぜって一応お金が一つの、みんなの生活を、ね、基盤を支える屋台骨だから、それは絶対来るから、それは問題ない。その代わり今働いている会社は全部なくなっていくってこと、ね、じゃあその、建設大手、土建屋の大手のバックにいるのは何か、全部石屋、うん、石屋が勝手に名前を使って、ね、どこどこの教会とかなんとかって勝手にやってるだけ。でも大元は、大元はお堀だから、ね、うん、まあ、そんな感じかな。でももういないよ、一番上は。お堀に住んでる人たち全員いないんだから。で僕も実際に見たわけじゃないけど、もうこんな話、トンネルがいっぱいあるなんて話はもう10年以上前から、チャネリングができるようなそういう人たちからもういっぱい聞いてる。もうね、お堀とこう国会議事堂とか、それから首相官邸、うん、それからいろんな、例えば自衛隊の一階の基地とかさあるじゃん、もうね地下で全部つながってんだよ、うん、それもどうやらトラックが普通に行き来できるぐらい、ね、2車線3車線あんだか知んないけど、そんなどでかいトンネルらしいよ、ね、で例えばさ、表向き高速道路の地下作ってトンネルやってるじゃん、ね、それだけ発表してるけど、実はそれ以上のものを他で作ってんだよ、合わせて。で今回、アドレノクロムっていうね映画が明日から始まるわけだけど、これが本丸だよ、本丸、ね、みんなが分かんないにやるために地下で動いてんだからね。浦安にある、ね、ディズニーランドもうそろそろ終わっちゃうよ地下にちゃんとつながってんだからね、子供を誘拐してさ、それを地下から、ね、連れ出しちゃうんだよ、うん、そんなことを今まで平気でやってたんだよ。日本人の子供たちの行方不明は年間80万人って言われてるんだけど、世界的に見たら本当少ないんだよ。少ないけど、ね、それでも大犯罪だよ。誘拐しただけじゃないんだよ。その子たちをどういう扱いして、どんなことやったか、どうやってアドレノクロムを抽出してきたか。もうこんなことね、もう言えない。あまりにも残酷すぎて。うん、僕相当調べたもん。もう途中でもう 目背けたよ、一時期。もう見てらんなくて。ひどすぎて、うん。うちにも子供がね、今3人いるけどさ、本当にそばにいてくれて、これだけでもうね、本当幸せです。ありがたいです。ね、まあ、ちょっと話はそれちゃったけど、もうとにかくその住友、ね、それから三菱、三井、とにかく財閥系の建設会社も全部アウト。それから何、鹿島、大成、何、いろいろあるじゃん、大手、うん、ゼネコン、これ全部アウト、全部アウト。もう悪いことに金使いすぎてきたから、一旦全部粛清、うん、なくなるの、ね、医療業界も終わり。それからついでだから言うけど、軍需産業、日本武器いっぱい作ってんだってさミサイルだとかレーダーとかね、うん、全体は作ってないんだよ。だけど部分部分で全部日本の企業が入ってるんだよ、うんね、原爆を作るだけの ノウハウもあるらしいよ、うん、地雷も作ってんだってさ日本が。でね、日本で作んないんだってさ、アフリカとかああいう現地に工場を作って現地でさばいて
裁くんだってさ。とにかく分かんねえように分かんねえようにもう全部やって、もうで戦後この何百年の間にもう石屋があらゆる手を使って、ね、あらゆる方法を使って分かんないようにして、ね、そして悪いこといっぱいやってるわけ。だから今こうやって表に出てきてるニュースなんていうのはこれも氷山の一角なんだよ。だから僕がこうやって喋ってこれだってすごいんだよ。すごいんだけど、でも大枠党がやっている中の情報のほんのちょっとだってこと、この僕でさえだよ。そう思った方がいい。でね、あとはもう宇宙人と直接仲良くなって、それもちゃんと善の宇宙人だよ、ね、本当のいい宇宙人、例えば小さな宇宙人アミとかさ、ね、プレアデス星とかさ、いろいろあると思うんだけど、そういう本当光の銀河連合チームさんのいい人たちと自分の波動を上げて、上がんないとね、向こうはコンタクト取ってきてくれないよ。でもそこからちゃんと情報を得て、そして確認ができるようなものをちゃんと情報くれるから、くれるとそういうふうにチェックしていくと、ああそうだったんだそうだったんだって分かるから、うまくできてんだからね。でこういったことは僕だけじゃなくてみんなもできるんだよっていうこと、ね、だけどそこにきちんと自分の意識がフォーカスしてないとダメだし、波動上がってないとそういうことは体験できないよ、ね、だから体験できない人が僕のこの目の見えない話、ねね、証拠出せとかで、ね、いろんなことを言う人たちを別に見なくてもいいし聞かなくてもいいし信じなくてもいいんだよこんなこと。ピンときた人だけが僕の話を聞いてくれればいいよっていうこと、ね、ただ、もう一回原点に戻るけど、もう建設土木の、ゼネコンは全部アウトだよ、終わるんだよ一回、うん、そこだけは知っといてください。で裏のバッグについてはもう細かいのはどうでもいいの、うん、もうどうでもいい、もうとにかく親玉は、ね、お堀に住んでた人たちだよと、その取り巻きだよと、ね、物産だとかいろいろあるじゃん、まあ、名前を言ってもしょうがないけどさ、とにかく一部上場のほとんどアウトなんだから、アウト。まともな会社なんかないんだよ。まあそういうことで終わらせていただきます。ありがとうございました。